私のことみんなは今ダメなオカマだって思ってるんでしょ。それでも私は歌い続ける。雨の歌をレパートリーしたんですけど、梅雨明けたからやめようかなと思ったんだけど、今日も雨パラついてるので急遽今日も演奏することにしました。で、急遽レパートリーにして、ちょっとコード自信ないんで、この曲だけ、楽譜を使わせていただきます。バート・バカラックの雨に濡れても。バート・バカラックって当時は1960年代バカラッホとかバチャラッチェとか表記されて非常に、かわいそうな思いしたんですが、今はバカラックで統一されています。毎日雨降りで梅雨が終わった安心、終わりで、次の曲じゃあ聴いてくださいね。で、次は夏の歌をやります。知ってますか？アンディ・ウォーホールっていう人が作った有名なバナナのジャケットのアルバムですよね。アルバムにバナナのシールが貼ってあって、 Feel slowly and see、 ゆっくり剥がしてみましょうって書いてあるんですね。で、私このアルバム友達から借りたんですけど、めっちゃめちゃ気になって、シールを剥がすとバナナの下に何があるのかめちゃめちゃ気になったんですけど、借り物ですから剥がしたのがバレたら大変怒られますよね。意を決して少しずつ少しずつ剥がしてシールの中身を見ました。そこには
ただバナナの中身が書いてありました。急いで、やはり直して返したのを覚えています。ベルベットアンダーグラウンドアンダニコの宿命の女。気にせず作曲を急ぎましょう。でですね、急な話になりますが、ベートーベンってみんな知ってますか？ベートーベンは1728年に57歳で亡くなりました。ナホはもうすぐ58歳になります。ということはもうすぐベートーベンよりも年取ってからの曲が作れる、ベートーベンを超えることができるということなんですね。すごいことですね。でベートーベンは、すごいヒット曲をたくさん作りました。第九、運命で、エリーゼのためにって曲はちょっと年を取った方はご存知と思うんですけども、日本でヴィーナスっていうグループがカバーしました。キスは目にしてって言ってますか、キスは目にしてって曲ですよね。そういう風なことでたくさんのヒット曲を出している、ベートーベン君、私の作曲のライバルでもありますが、ベートーベン君の敬意を表してカバーを2曲第九、運命やりたいと思います。どうだったっけな。親父は大工で兄貴も大工。次運命やります。ベートーベンの、2曲カバーしました。実は、今ちょっとチャイコフスキーもチャレンジしまして、次回のライブでは白鳥の湖もやりたいと思ってます。では次の曲聴いてください。
ちゃ短い曲なので、もうこれが次の曲です。またみんな会いましょうね。最後ダフォーフレッシュっていう曲を聴いてください。最後の曲です。フレッシュナホー。どうもありがとう。ありがとうございます。